Gory Gory Daigaku presents Gory Gory TV。 テールバックの構えについて、言っていきます。まずね、スタンス、いろんな説があります。セットバックの時、ショットガンの時、いろんな考え方でいいと思います。それで、よく最近その若い選手で見るのが、広いすぎる人、それから、なんかこういうふうに相撲をする前みたいな人、あとはね、かかとに体重が乗ってる人、これいます。これ非常によくなくてね、テールバックの構えはここから どちらにでも前に、足が前に出せるように、どこにでも、横にでも、後ろにでも動きやすい姿勢を用意しておかなければいけないですが、これも同じね、前に出す、前に出す、横に出す、後ろに出す。この時にすごく動きやすくならないとあかんのに、かかとに体重が乗ってると全部一歩遅れます。足が広すぎるのもそう、動きにくいです。最初にどう構えててもいいけども、僕の場合だとセットバックの時は低く構えます、低く構えます。ショットガンの時にはディフェンスの全部を見たいので、カバーも全部見たいので、できるだけ高い姿勢でセットをする。でもかかとにはかかとに体重が乗ってない、前に体重がかかっています。これをちゃんとできるかな。じゃあ選手やってみましょう。はい、じゃあいつもの構えしてくださいかかとに乗ってる、前に乗せてください、前に乗せてください、グッとグラグラしてるよ。いきますか、安定させて、はい、素晴らしい、前向きにお願いします。ショットガンの時とセットバックの時と同じですか、エクスチェンジの時も同じです、同じですか、はい、いいですね。このようにかっこよく、かっこいいですね、これ構えが、このようにかっこよく構えてください。これはね、写真撮ったりビデオ撮ったり鏡で見たりとかしながら研究してください。